はい、どうもこんにちは、ツインです。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、あとぜひコメントもねしていただけると嬉しいです。前回ね、結構コメントいただけたんで、コメントいただけ結構いただけたって言ったの2件なんですけども、嬉しいです。もしねよかったらねコメントどんどんしてってください。何日置いたかな、結構ちょっと起きました。起きましたというか、置かざるを得なかったんですけれども、日にちが経ってます。見てもらったら分かるかな、どうだろうな、前回のものと比べてもらえればいいんだけども、塗りたてと、何日か経った状態、時間をね置いて、塗り重ねた方がいいよっていう話を前回したんですけれども、ちなみにキューキットを作ろうのね、ザクレロのコーナーなんですけども、色がもう完全に黒も茶色だよね。ライトブラウンみたいな色になってますかね。なんかやっぱりだいぶ黒が透けてきた感じはありますかね。なのでここから本当はねもうちょっと一段明るい色を乗せてもいいかなと思うんですけれども、どうしようかな、悩むところだね。明るくしてもいいかな、明るくしてもいいかなと思います。この上から塗っていきます。比べてくださいね。このね、正直カメラだとね微妙なこの色味の違いとかはわからないかもしれませんけども、だいぶねその下地がね透けて、黒が透けてるのがわかると思います。これね今回クリアを混ぜてないじゃないですか。クリアを混ぜるとねより下地の黒が透けてきます。いわゆる隠蔽力ね。もともとね、コメントでもいただきましたけども、黄色ってね隠蔽力低い塗料なので、透けやすいんですけれども、今回塗ったのは全くの黄色という言い方もおかしいな、薄い黄色とかね、純正の黄色ではないので、だいぶ隠蔽力はある方だし、クリアも混ぜてないので割と透けない感じだとは思うんですけれども、でもかなりエッジが残ってる黒のね、特にこの辺かな、この辺ほらめっちゃ黒で塗ったんかっていうぐらい残ってますけど、ここから塗っていきましょう。で、前回塗ったのが、この色だね、このねオレンジ系の、茶色じゃない、どっちかってくすんだオレンジって言った方が近いかな。で、今回これにちょっとね色を見ながらいきましょう。うがいをさせながら塗料を混ぜていきます。うがいをさせながらね混ぜて、で今回マックス塗りっぽいことをしてるんですけれども、マックス塗りで一番大変なのってね、塗り重ねるってことは色味がね各パーツごとに揃えるのがすごく難しいんですよ。今回ザクレロね、そんなになんていうのかな、言うほどこうパーツ数も多くないし、なんなら組み立てた状態で塗っているのでそんなでもないんですけど、これが例えばマスターグレードとか、最近だと HGUC とかそういうものでもだいぶね大変だと思うんですよ、色味を合わせるのが。で、キャラクターイエローを混ぜます。で本来はちゃんと中間色ね、これ今から塗るのは中間色なんですけども、本来はちゃんと必要量以上の塗料を作っておかないとダメです。色味がね、それこそこうその塗り重ねる量によって大体合わせるんだけども、途中でなくなったらさ、特にそのマックス塗りって中間色を作ったりしていかなきゃいけないよね。要はその下地の色と仕上げの色の真ん中の色っていうのを作んなきゃいけないんですけども、その真ん中の色を作るときに途中でなくなった時にまた作んなきゃいけないってなると色味が微妙に変わったりするので、本来こんなことしちゃいけないんですけど、今回は混ぜます。これ、だから
最終的にこのキャラクターイエローで仕上げようと思うんですよ。まあ、これちょっと瓶はサンシャインイエローですけども、なんかキャラクターイエロー、まあ、自分がね、自分がこれもまた自分で調色したキャラクターイエローなんですけども、このキャラクターイエローを混ぜます。このまあ混ぜる具合が半分なのか半々ね、要は50-50で混ぜるのか、その 25% ずつ混ぜていくのかで、その若干ね色味の差が出るし、例えば3回塗り重ねるのか4回塗り重ねるのか、まあ、そういうのでも変わってくるわけですよ。まあ今回このボディだけなので、まあ、このぐらい作っていけば足りるかなと。まあ足りなかったとしても、その色味を合わせること自体がこの今回このボディとこの腕だけなので、その例えば色味が変わったところで関係ないわけですよ。だから本来こういう塗るときに塗料はね、パーツ数が多い場合はまあ多めに作っといてもらった方がいいと思います。まあ、今回だからちょっと特殊なね環境下ですね、今回はね。で、前回も言ったかもしれませんけど、塗装ね、これね、今適当にもう全体的にエッジも気にせず塗ってます。今回ね、かなりエッジが黒く残ってしまっているので、全体的にこう塗ってしまってもエッジのこの黒みがね消えることはないし、むしろこのちょっと黒くなりすぎているので、だいぶ塗り重ねてやらないと。なぜならね、今塗ってる塗料の方が隠蔽力は低いんですよ。当然ね、明るめの色を入れてるので。なので、まあ、だんだんね、基本的にはだんだん隠蔽力の低い色が、隠蔽力が低い、ああ、合ってるよね。隠蔽力が低い色を塗り重ねていっているので、まあ、塗る面積をね、だんだん広くしていくんですけど、今回は特に、全体をもう塗っちゃっても大丈夫かな。ただまあ、あまりこう、エッジを中心に塗るってことはないですね。あくまでもこの、平面ね。ザクレロで言うと、この、上、横、下。この、上、横、下、あ、まあ前もあるけどね。を、中心に塗っていきます。で、なんていうのかな。エッジね。せっかくエッジは残っているので、エッジをまあ狙って、あえてエッジは狙わない。ただ、エッジをその、残すという意識はない。うん。エッジは狙わないんだけど、残す意識がない感じの、あれで塗っていきます。で、これまあ2回目。で、最終的にキャラクターイエローを塗って、仕上げるんですけど、またその時のね、まだ一遍、これね、乾かして、まあ、半日ぐらい置くんですけど、半日ぐらい置いたときに、そうだな、このエッジのね、エッジの残り具合を見て、まあ、だいぶ今、まあ、だいぶ今、なんだろう、エッジも塗っちゃいましたけど、言うて、エッジも分かりますよね。このカメラで分かるぐらい残ってるよね。カメラで見てわかるぐらい残ってるってことは、多分乾いたら相当残ってると思います。まあこのぐらいかな。うん、このぐらいでいいかな。何の話だっけ？あ、そうそう。話がね、あっち行ったりこっち行ったりするんで、あれなんですけど。まあこんな感じで、割と1回目はね、何度も言うけど、エッジを残す意識を持ちつつ塗っていくんだけど、2回目以降はね、そこまでエッジの残す感じは意識しなくてもいいかなと個人的には思っていますね。まあ、ただね、その塗り重ねる回数とか、その仕上げる色、その今回はね、こういう黄色っぽい色だけども、それがまあ青なのか赤なのか、白なのか、そういうその仕上げる色によっては、その
もちろんねエッジをもっと気にしなきゃいけないとか、あのそのグラデーションのその重ねる回数によってはもうちょっとエッジをより攻めてエッジをよりこう際立たせたりとかっていうその順序とか重ねるあの回数ねとかによってその塗る面積とか塗り方は変わってくるので、まあ、今回はあくまでもまあその3度塗り、まあ黒がベースだったとして、ベースカラー中間色で仕上げの色の3色塗りなので、今回はまあ2回目のねこの塗り重ねなんですけど、まあ、あまりエッジは気にしなくてもいいかなと思います。はい、思いますというか、まあ、個人的にはそのぐらいが好みです。あまりねエッジが黒々と残るのもあまりかっこいい、まあ好みだけどね、これもねかっこいいかなっていうところがあるので、個人的にはまああまり黒くねエッジがね残りすぎるの好きじゃないんだよね。まあそういうのは好きな人もいるけどね、まあ、好みね、まあ本当好みだから。でちょうどもう全部使い切っちゃいます。まあもうせっかくこんだけ残しててもしょうがないので使い切っちゃいます。こんな感じかな。でねこのね関節のところがねちょっと残ってる。まあ、これは後で、ここがね、濡れてないね塗るの忘れてたわ。まあ、ここは後で、あのまたこの、まあ、後じゃないな、今やっとこうか。この下地の、この色、基本色ね、あのベース色、ね、ベース色、この塗り忘れてたとこ、塗り忘れてたとこね、塗り忘れたとこはもうちょっとまたベース色で。塗っていきます。まあ逆にこれが味になったり、この影がねこの濃い影になるところ、こんな感じで本当はグラデーションなのでこのベース色もある程度透けることを想定しなきゃいけないんですけど、口の中塗ってない、あれ口の中何色だ、口の中何色か分かんないよ。まあいいや、とりあえず塗ってくれ。まあ若干後でベース色で物足りない、あのグラデーションがうまくいってない時とか、あのもうちょっとここはやっぱり濃い色の濃いベース色が出た方がいいなみたいなことがあれば、こうやって後からそこだけね追加することも可能なので、あのマックス塗りってねその手順としては面倒だし、なんかその厳密にその工程を守ってその本当このエッジをさっきも、ね、言ったけどこのエッジをさどんな感じに残すかっていうのをこう神経質にやらなきゃいけないみたいなイメージがもしかしたらあるかもしれないんだけども、意外とね後でどうとでもなります。あのシャドウとかハイライトとかを最終的に入れて、その辺を、ね、うまく調整することもできるので、ただこのエッジをねエッジとかこの影になるところをやっぱり黒くこう残すっていうところがまああのメインの表現するところの塗装法なので、そこだけまあ頑張ってもらえれば、あとはそうでもない、あの手間はかかるけど難しくはない。そのパーツ数が多い時のその色味を調節するのが大変だよねっていう話もしたけど、それもまああの本来ねちゃんとこう大量に作っておけば、大量に作りすぎてね余ってもしょうがないんだけど、よしということで、こんな感じにとりあえず仕上がりました。仕上がったというか、まあ2回目のね、塗装を終わりました。だいぶザクレロっぽい色になってきたかな。でもまだちょっと茶色みがあるよね、うん、で、今度ね再3回目はこのキャラクターイエローを、拭きます。でそのさっきも言ったけど、まあ、何度もね話がこうちょっと前後するので、まあ、その動画行ったり来たり戻したりあの進めたりで何度も見てもらえるとすごくありがたいんだけども、
ベース色と仕上げたい色の、基本ね、これあくまでも基本なんだけど、その全てがその色の組み合わせでいくかどうかはちょっと色によってまた変わってくるんだけども、まあ、基本的にはそのベース色と仕上げの色の、中間色なので、まあ半々から、まあその辺の塗り重ねる回数によって、まあ、4分の1ずつ混ぜていくとかっていう感じで、塗り重ねるといいと思います。で、重ねる回数が多くしたい場合はやっぱり若干クリアを入れた方が失敗は少ないかなと思います。今回は僕はあの3回の、 あの重ね塗りで仕上げようとしているので、クリアも混ぜないで、割とその隠蔽力、特にこう今回黄色なんでね、あの隠蔽力があんまりない色なんですよ。なので、まあ下地は結構後で透けてくるよねという前提で塗ってますね。この色によってはね、本当にこう下地が透けにくい、特に黒っぽい色とかだと、あのグレーとかね、あの青とか、あの下地がなかなかあんまりこうすぐこう隠蔽されてしまうような色に関しては、ちょっとクリアを混ぜて、で様子を見ながら塗り重ねた方がいいかもしれません。その時はその中間色を作る時も、まあ半々で混ぜるとかじゃなくて4分の1とか、あの3分の1とかっていう感じに分けてやるといいかなと思います、うん、まあ、色によってねだいぶ変わってくるんで難しい、まあ、この辺が難しいかな。色のね、色のあのこのなんていうのか、配合ね、何割で、していくかっていうのは、これもでも好みだからね、うん、半々がいいって人もいれば、だいぶ明るめで、例えばもうそのなんだろう、仕上げの色7割の、ベース色3割とかで混ぜる人もいるだろうし、逆に、ね、そのベース色を多めで、その渋めに仕上げたいんだったら、最後ちょっと暗めの、そのキャラクターイエローで、全くのキャラクターイエローで塗るんだったら、もう最初からその黒の立ち上げじゃなくてベース色のキャラクターイエローを塗っちゃえばいいんだけども、やっぱりこうマックス塗りってちょっと渋めに仕上がるので、その渋めの最終的なその渋めの仕上げの調節を、まああの中間色のところで割とこうどのぐらいこの下地を透けさせるかみたいなのが決まってくるとは思うので、まあ、なんかこの辺も好みだからね、難しいとこかな。なんかね、なんかめんどくさい割にはそういう自分のその好みがだいぶこう自分でね調節できるので、そういう意味ではおすすめかもしれません。というわけでちょっと、まあ今回ね、あとエンジン周りも、ね、塗っていきますけど、ちょっと話が長くなっているので、まあ本当ね、この塗装なんだろう、一色塗るだけでこんだけ説明しなきゃいけないっていうのもね、なんか本当大変だなと思うんですけど、あのこの後ちょっとここでカットして、最後3色目を塗るとこまでやっ、ちょっと長めの動画になりますけども、3色目までは塗ります。はい、ちょっとカットします。さすがにね、1色ごとにね動画作るのがなん、ね、ちょっとあれなので、ちょっと逆に長くなっちゃう、ね、ちょっと飛びます。あの乾かすのに5時間6時間かかるので、はい、じゃあ飛びます。はい、ということで結局1日起きましたかね。はい、じゃあこの3回目のね塗装をやっていこうと思うんですけれども、まあ、だいぶね、あの前のねとこから比べると隠蔽力が、ついてるかな、はい、まあ、隠蔽力がついてるって日本語おかしいな、隠蔽力がね、あの効いてるかな、うん、で、この関節のところをこう塗り直したとか、まあ、塗り損ねたところね、あのあえて塗ってます。でここはあの最初に塗った基本色でね、塗ってます。でここからはもうその3層目を塗るので、あまりこう細かいところまでね塗らないで、あえて影として残す感じになっていきます。でエンジン周りはこんな色、ここからこれに塗ったあのベースの色を塗っていこうと思います。こっちの茶色の色はやっぱりこう黒から、割と濃い普通茶色で塗って、で中間色を塗っているので、あまりこうなんていうかな、明るさはないと思うんですけれども、まあ、ちょうど多分これのここのこっちのボディ色に塗ったベース色を塗ると、まあ、落ち着いた茶色というか明るめの茶色になるんじゃないかなと思います。ちょっとこれね、もう予想でしかないんだけど、まあ、仕上がりでもし色がちょっと気に入らなければ塗り直します、はい、じ
じゃあ行きますか、まあ、最終的に塗るこのキャラクターイエローね、キャラクターイエローを塗っていきます、まあ、このキャラクターイエローも自分が作った色です。なので正式な色ではないな。でどの道終わらないのであの今日この今回の動画では終わらないので、で塗装する時のこのエアブラシで塗装する時の、この塗料の希釈率っていうのかな、割とね塗料1の要は溶剤2みたいなそういう言い方すると思うんですけど、正直その1対2とか2対2とか1対1とかっていうとってあんまり意味がないんですよ、実言うと。なぜならあの塗料ね、塗料の状態によって溶剤って変わるじゃないですか。あの塗料のあの何だろうな、溶剤がさだいぶ抜けてしまってる場合もあれば、割とこう出荷状態のものもあれば、結構それぞれでしょ。まあましてや僕なんてこう朝食してしまっているので、あの溶剤と塗料1対1とか2対1とかそう言ってもあまり意味がないので、何で判断するかというと、僕の場合はこの泡、この泡の感じをまあなんとなくこう今までの経験で覚えていて、このぐらいの泡のこのうがいのね、うがいの泡の感じで、ちょうどいいかなという感じになります。で、まあ、ちょっとこうやって、まあ、塗ってみて、こういうところで塗ってみて、まあ微調整、もし薄すぎるようであればちょっと塗料を出したりとか、まあ、濃すぎれば、薄めると。で今回はですねちょっと薄めにします。ちょっともうちょっと薄めでいい、あの最終なんていうかな、そのベース色、中間色、仕上げの色なんだけども、まあ、これも感覚的な話になっちゃうかもしれないんだけれども、基本的にはとか、まあ、僕的にはね、塗る塗料は薄めにしていく方がいいかなと思います。その方がね失敗が少ない。でも、まあ、もう塗っていってますけど、で中間色は割とざっとこう全体的に塗っていったんだけど、この仕上げの塗装はベース色を塗った時のようになるべくこう中心から外に向かって割と際を攻めていく感じになります。なのでちょっとエッジを残し気味に、まあ、あえて液をあまりこう際立たせないっていう方法もあるんだけど、で特にこの肩関節のところね、肩関節のところは、もう、あまり、こう、あまりこの際を攻めると、変にこう、塗料が回るところと回ってないところの、境目が出過ぎてしまうので、なるべく影は残す感じですね。その辺はいいけどね、この肩のところだけ、肩のところはあまりこう塗料が回らないようにした方が綺麗になるかなと思います。半分だけやります。あの最初の塗装のね、塗装に入っての最初の頃に言いましたけど、細かくこう調整したいところというか、そのあまりこう遠くにすればするほど広い面積を塗ってしまうので、このエッジをね、エッジを際立てたい時はこうエアーズをちょっと絞りながら塗料も絞って、でこうこの被写体ね、被写体との距離を縮めて、こんなコツ、まあこれもコツなのか僕の手癖なのかわからないんですけど、
まあ、テクスもコツも割と似たようなものかもしれませんね。あの、その人にとってのコツは割と手癖と言ってもいいかもしれません。その万人、すべての人がこの今言ったようなやり方でうまくいくとも限らない。なるべくね、肩はね、あまり際は攻めたくないんですけど、感じかな。ちょっとここら辺で見てもらおうか。はい、ちょっと見てもらおう。こんな感じですね。この上面と横腕塗りました。で、こっちが塗ってない状態ね。だいぶ色の違いがわかるね。で、これ何回も言うんだけども、塗りたてと、塗ってしばらく経った後でだいぶ雰囲気が変わってくるので、まあ、今この段階で、まあ、ちょうどいいかなと個人的には思うんだけども、もし、まあ、半日ないし1日経って、色がもうちょっとなんか足りないなと思えばハイライト入れたり、シャドウを拭いたりしようと思います、まあ、ということで、こんな感じで、最後までやっていこうと思います。ということでちょっと長い動画に、なってしまいましたが、ここまでで基本のマックス塗りの基本の、塗装は、終わりになります。で、まあ、その追加でねハイライトとか、シャドウ拭き、シャドウ影を入れたりするっていうのはまた、まあ、ちょっとそれはあのマックス塗りとはまたちょっと違う、考え方というか、まあ、マックス塗りじゃなくても、使ったりする塗装なので、まあ、それはまた仕上げの塗装ということで、まあ、ここまでで、マックス塗りの塗装終わりで、次の動画では、仕上げ の、うん、あのそういう墨入れも含めてかな、墨入れも含めて、ハイライト影を入れたり、あとなんだろうな、今回ねウェザリングはする予定がないので、まあ、トップコートかな、トップコートまで、あとこの肩のこのマークか、肩のマーク塗んなきゃいけないこれね、というところで、また続きます。はい、もう1回ぐらいは塗装が続きますということで、ちょっとねなかなかこううまく伝わってるかどうか分かりませんけれども、またねよかったらコメントでねなんか聞いていただくなり、なんか感想をしていただけると嬉しいです。ということでまた次回、この続きもしくは別の動画ね、よかったら見てください。今日お疲れ様でした。バイバイ。またね。やっぱね手間かかるね。何日かかってんだろうね塗装だけでね。